アレクサンドル・アゲービチ・アワザー1895年1月26日は、帝政ロシアの政治家。ロシア皇帝アレクサンドル・二世イの下で、大蔵大臣を務めた。1821年7月24日、トベリ県ビシネボローツク軍で生まれる。聖火は、モルダビア貴族であり、濃度解放以前から製党業を大規模に行っていた。1839年ペテルブルク。 帝国大学法学部を卒業する。学業を終えた後、軍務につき、カフカースでの戦闘に参加した。1847年退役する。その後は、対外経済事情の研究や、事業の経営改善の傍ら、自由主義的、進歩的な貴族、工場主らのサークルに参加する。1857年、エレーナ・パブロブナ大公費に仕えた。 大公費は改革派官僚のパトロネスであり、アバザーもこのような自由主義官僚の一人となり、1860年代の経済的諸改革を推進していく。1865年、大倉省評議会議員に就任する。翌1866年、国家評議会に選出される。1871年、会計検査官を経て、 1874年から1880年まで国家評議会経済部会長を務めた。1880年にミハイル・ロリスイコール・メリコフ、内省の後押しを受けて大倉大臣に就任する。アバザーは、ロリスイコール・メリコフの希望していた円税の廃止を、皮切りに、鉄道事業再建の創設、関税税率の段階的引上げを実施した。アバザーは、 ロリスイコールメリコフ内相、ニコライ文ークラ時間などと納税制度、通貨制度、鉄道建設、財政など社会経済改革プログラムを推進し、ロリスイコールメリコフの施行する立憲改革を支持した。しかし、1881年3月1日、アレクサンドル2世は、ロリスイコールメリコフの改革案に承認を与えた、当日、 人民の医師のソフィア・ペロフスカヤの指揮するグリネビツキーの爆弾テロによって暗殺された。新帝アレクサンドル三世により、ドリスイコールメリコフの改革案は白紙還元となり、同年4月コンスタンチンポベドノステフが起草した直例は改めて皇帝先生の不動性を宣言したものであった。これを受けて5月4日、アバザー、ドリスイコールメリコフ、 陸上ドミトリーミ・ミリューチンは直ちに辞職し、改革は頓挫した。1891年から1892年まで国家評議会経済部会長を再び務めたが、1892年にルーブルの下落に先立ち地位を利用して100万ルーブルの利益を上げたとされる。1893年3月10日、国家評議会などすべての公職から退く。 1895年1月26日、ニースで死去。アレクサンドルネフスキー大修道院内のチーフビンボチに眠る。2002?31RU88819918881991 ありがとうございます。